てはジェイリンドバーグです。スウェーデン生まれのジェイリンドバーグは高いファッション性と品質を併せ持ち、さまざまなシチュエーションに柔軟に対応します。2023年 SSC 戦テーマはワイルドライフ、グリーン、ブルー、レッドの3つのカラーを中心に展開しています。ブランドアイコンでもあるブリッジをデザインに取り入れているので、こちらにご注目ください。はい、スウェーデンですね、北欧ブランド。なんか今回のファッションショーのブランドになるんですけど、結構好きですね。それ分かりますね。はい、はい、人パーク結構持ってますけど、今回もいいですね。ブルカイがもうゴルフするとみんな好きなんです。そうそう、なんかアスリート感があるんですけど、はい、ちょっとね、ヨーロッパの高級ブランド的な感じがやっぱりするから。はい、でこれなんかその、しかもそのね、背中のブリッジマーク、やっぱりこう定番なんですよね、このブランドの中で。そうですよね。これも色使いだからね、あの流行りですしね、うまい使い方してるなって思います。で、ゆりちゃん着てもらってるトップスが、あの肌に縫い目のない、あのフード付きのビッグスレートのハーフジップブルゾンになります。ですね、これもまたあのここでもやっぱショート丈なんですよね。ですね、はい、やっぱり トレンド感を、ね、漂わせるコーディネートなんですけども、やっぱりなんかちょっと後ろから見るとフードの裏グリーンになってるんですけども、可愛いですよね。個人的になんかそれがゴルフ場のグリーンに、はいはい、ベージュがバンカーに見えて、ゴルフコースみたいな。バンカーとかちょっとバンカーの方が大きそうですこの細いコースはやらない。はい、続いてはこっち、これはまた一点、ね、はい、シンプルですね、ネイビーですね。はい、実はあの日本のね、素材使ってるんでめちゃめちゃ伸びるんですよ。で、あの柔らかいですし、デッキメッシュコートジャージっていうあのリッターなんで、かなり使いやすい。はい、でパンツがまたこれね、あの今流行りのタック入りでね、そうなんかタック入ってると思って、はい、今っぽいですね。それでこれキミちゃん着ていただいてるのも同じかあのホワイトとネイビーでシンプルで落ち着いた雰囲気なんですけれども、はい、これ上下ともニットなんですよ、うんうん、ニット編みで。あ、そうなんだ。そうなんです。めっちゃスイム綺麗ですね。ね、びっくりじゃった。しかもこのトップスのこの胸元の透け感が、うん、いいですね。はい、とってもいいですね。ドレッシーな雰囲気を漂わせてる、はい、モノトーンでまとめてもいいな、はい、ね、はい、続いてのこちら翔太くんですが、これはなんかもう本当あのヨーロッパのねプロゴルファーみたいな、ね、そんなような入れ立ちですよね、はい、まあ、3色使いなんですけど、切り替えで結構大きめのねブロックにしているっていうのが面白いなと思います。あのこれはとってゴルフだとあんまりないんですよね。でも綺麗にまとまってますね、はい、で何よりやっぱりこの赤いベルトね、ここでこうしっかりこう目を引かせて、はい、で何気にキャップでも赤を拾う、キャップ通っていると、はい、これもおしゃれ。さやかちゃんも同じような3色使いなんですけれども、またその今シーズンのテーマでもあるベインデザインですね、画角模様落とし込んだ。これなんか背中のブリッジマークがやっぱり目を引く、ね、はい、これがやっぱ入ってるとね、ミントバーグって感じしますよね。はい、なかなかやっぱりそのブルーとレッドを合わせるってちょっと難しいかなって思うんですけど、アイアワスラクの方が私たちのビクトルいいですね、はい、なんかすごい翔太さんビクトルホブランみたいな。はい、続いてゆきちゃんのコーディネートですが、こちらはですね、まあオレンジにベースなんですけど、あの細かくね、あの赤でこうソフトで、まあ、グラフィックを引かせていて、ちょっと波模様入れたりとか、この辺が少し面白いなと思います。で、あのコーディネート全体見ても白と赤とオレンジをあらゆるところで拾い合ってるっていうですね、この辺のやっぱり使い方ナイスですよ。そうなんです。で、リースとこれがすごいアニマルバラプリントの、はい、ノースリーブなんです。なんか久しぶりに夏にアニマルバラっていうのを久しぶりに見た気がする。そうですね。はい。やっぱりそれに合わせるのがこのホワイトパンツ。うん、あのすごい 3D カッティングで逆効果も、はい、ありますし。
以上 J リンダバーグでした。